ギガ連射。今回は、クターの運命層。ちょっと見えるか？見えんかな？見えない。ちょっと、これかな？ほい。クターの運命層 R。やっていこうと思います。すごいね。今までのやつとちょっと違うよ。これは。びっくり。まず背景が、シャ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 ってなってる。シャ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 ってなってて、画角が16対9だ。YouTube 向け。ただ、ここにいていいんかちょっとわからんね。アザラシの位置、ここで正しいかどうかわかんないね。新しい、比較的新しめのゲームかもしれないな。こんなのもあるんだね。はい、やっていきましょう。まず、あらすじから読んでいきましょうかね。あらすじ、ペペン。あ、ちょっと出る。デクターってさ、ブラウザのゲームなんだけどさ、ゲームによってそのサイズがまちまちだからさ、いちいちこう、合わせたセッティングがこう、ずれたり直したりするのがややこしい、ややこしいんだよ、実は。笑ってるのか泣いてるのかさっぱりわからないが、運命に身を委ねることもたびたびある、驚異の無表情キャラクター。今日はクターたちの大運動会、種目は運命層だ。分かれ道が続く中、クターは運だけで颯爽と駆け抜けていく。これはもはやゲームではない。運命、過去、デスティニーだ。笑っちゃった。なんなんこれ。 どんなゲームなのか想像もつかんのだが、ランキング。ほう、ちょっと待って、16対9にすると、入りがちょっと、アザラシ消します。1位は、フェイマー、どうしてこんな名前つけるの？ 30 位。で、2位、ヤムヤム。3位、ミユキ。ふかし、レガー。なんか、あんまり聞かない名前の人が多いな。ミユキ H26 っていう人ぐらいかな。名前で覚えがありそうな感じなのは上位陣で。なんでだろう。すごい、いつも強いみたいな人の名前がこの中にないのが不思議。セシルとかね。村上隆之だっけ？とか。誰だよ。やっていきましょうか。どんなゲームかさっぱりわかんないよ。わかんない状態で走っていく。しかもヒントも下までスクロールしないと見ないから、こういう感じで下まで見て。あ、ヒントは？あー、丸と×の手前以外はマウスクリックジャンプ。丸を通過するとスコアアップ。×にぶつかるとゲームオーバー。今の運勢が示されると。なんだろうこれ。初見で1回だけにするか？ちょっと。終わったぞ。終わったぞ。あなたの今の、ちょっとアザラシ小さくしようかな。小さくします。アザラシ小さくします。ピー。見切れちゃう。こっちかな。こっちかな。ちょっと、16対9は、やりにくいな。こっちにしよう。今回はこっちにします。今回はこっちにします。さあ、気を取り直して、もう一回。クターの運命層 R、やっていきます。気を取り直してやっていきます。こっちはなんかね、あんまり好きじゃないな。実は右側にいるのが好きだな。あれ？チェリーじゃん。あ、なるほど、なるほど。これで右上下に行くのね。イエーイ。これジャンプするとさ、なんかあんのか？なんかあるんすかね？これさ、運だけじゃん。おい。これ30いったやつってさ、30いったやつってさ、入場1万人目になるよ。30いったやつって、つまりこの2分の1の賭けを30回クリアしたってこと？要は。2分の1の30乗ってこと？確率的に。なんぼ？なんぼ？ 2 分の1の30乗ってやばくない？ 2 分の1の30乗ってやばくない？こいつがチェリーだわ。あれ？どっちがチェリー？こっちは、名前忘れたな。白いやつの方がメインヒロインなんだよ。クターの世界においては。バツや。これはどうだ？これは続けて、いちいち言ってくれるの楽しい。これは続けてさ、やるものなのか？これもしかしたら、まあ、1日やり続ければ、1日続けたら、まあ、30とかいけるのかな？ 1 日でいけるか？ 30はやばくないか？ 1 の30乗に勝つってことでしょ？で、まあ、もしかしたら覚えゲーかもしれない。その可能性はなきにしもあらず。ジャンプする意味も特にないよね。
覚えゲーの可能性ある。ここまで上下は同じパターン。よしよしよし、3回まで来た、 3F まで来た。イエーイ。上下上上だったな。次もしも上下上上じゃなかったらもうやめる。12位にランクイン。いや30いってるやつおかしい。なんか解析してるだろ絶対。こんなん1の30乗は当たらないよ。覚えゲーか。次下でしょ。テレッテレテレレレテレッテレレレテレレレレテレテレレ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 。ここ回ってる気がする。あ、覚えゲーか。じゃあ次上やん。タラッタラララララ。覚えゲーか。そろそろ下来そうじゃない。そろそろ下来るねと見せかけ、あ、オッケーオッケー。下。よしよしよし。下2回来たね。そろそろ上かな。なるほどね。全部覚えればいけそうだ。上下。上上上。下下下。これやる？続ける？続けたってさ、続けたってさ、ひたすら覚えるだけだよ。紙に書いて覚えたらもっと早いよ。上、下、アザラシの記憶力が試される。ただそれだけのゲーム。紙書いてていいですか？嫌です。書きません。そんな、ゲームにそこまでやりたくない。昔のスーファミのパスワードじゃないんだから、紙に書いてやるなんて。上下上、もう一回上だったっけ。で下下下下3回。いや上かな、これ上か、上かも。あ、下か。あれ、このテクノドームってこの出てるこのあれが札幌ドーム感あるよね。若干もう一回下な気がする。上上下下下。やっぱこれパターン同じなんだ。そろそろ上かな。そしたらそしたらそろそろ上かな。タラッタラララララララレ。次下か上か二択ですね。完全に分かんない。下。俺の運命を見せてやる。ディスティニーよな。俺の運命は下だと告げている。そう。どっちかな。上かな。運命力、運命力を。よしよしよし。音楽が。どうしよう。上かな。タラタラララララララタラ。あー。そんなもんだよ。このゲームをやり続けるっていうのは、はなはだ。ゲーマーとしてどうなのかって思ってしまうので、ここら辺でやめようと思います。うん、まあ、もう全部覚えたら、接続してくれ。ランキング出してくれ。よし。4位。おー、今までの中ではかなりいい順位が出ましたね。なんか出ましたね。まあ、これ2分の1の30乗じゃないね。うん、ひたすら覚えて、ひたすら覚えて、覚えて覚えて30回までいけば、まあ、ランクイン入りはできるけどっていう感じのゲームでした。ちょっと消化不良気味なんでね、また別のゲームやっていこうと思います。今回は、てれん！クターの運命層 R でした。じゃあまた別のゲームで会いましょう。ほんなまた。